はい、こんにちは。こんにちは。今日もいい天気。いや、いい、すがすがしいね。ね。どこに来てるんですか？今日は、新潟に。新潟にやってきましたよ。何しに来たんだって話で。いやいやいや、はい、この間ね、名古屋に行って、一応ライブの予定やったんやけども、名古屋でのライブがちょっと台風の影響でなしやったんですけど、そう、今回は、今回は新潟で、はい、この青空も見せてやって、この山々と青空、ね、これ間違いないこれ間違いないよ。これはまあライブできるでしょう、今回は。はい、はい、しかも明日なの、まだ早いです。まだ早い、前乗りで前乗りで遊びに来てるわけですけど、はい、寒いな、めっちゃね。だいぶ、だってもうパーカー着てんのに寒い。そう、裏肝のパーカー着てんのに普通に寒い。いや、山、もう今標高何千メートル、わかんないです何千はやばい何千はやばいまあでもそんなね、新潟に来たから途中でしかも魚沼っていう道を見ちゃったから、うん、魚沼産コシヒカリを食いてえということで。コシヒカリね。急にインターチェンジ降りて米太郎に、米太郎来ましたね。まあ見えない、ちょうど見えへんなまあコシヒカリがうまい釜飯屋ということで。釜飯屋さん、いいね。はい、とりあえず、まあまあ、来ました。来ました、僕ら来ましたという、新潟に来ましたということで、はい、まあじゃあちょっと昼食を、はい、取っていきたいと思います。はい、はい、じゃあ食べ行きましょう。バイ。わかりました。米太郎、米太郎、釜飯米太郎、米のための店。これね、まあそろそろ開いたんじゃないかな。開き中になってるし、何があるんだろう、飯。すごいね。釜飯なの、釜を使って焼いた白飯も美味しいし、釜飯も美味しい、間違いないでしょ。釜茶漬けとかき揚げ、そうそう、あーやばい、ちょっとこれは迷うな。食べログ様様っていうね食べログじゃあ食べに行くか。行こうか。ついに。では11時、はい、帰ります。ゴうまい。惜しかったね。間違いなかった。いやちょっとハードル上がりすぎてね、いきなり。新潟イコールうまいハードルが。また新潟入ってすぐやん。だって、アユの塩焼きを見て、そのアユの塩焼きを釜飯にぶっ込んで、コシヒカリと混ぜこうぜして。そうそうそう。よし、じゃあ、そんなこんなで新潟旅始まりましたんで、はいはい、いっぱいまた動画撮っていきたいと思います。はい、じゃあ次はまずは長岡駅かな。長岡駅行きます。はい、スタバンドチャンネル見てくれてありがとう。ボーカルのレンです。このチャンネルではスタバ関連動画以外にも歌ってみた動画とかいろいろチャレンジしてるんで、ぜひぜひ登録よろしく。バイバイ。